次の曲は平井孝三郎の桜桜幻想曲です。桜といってもいろいろな種類、いろいろな場面の桜がありますが、私にとってこの曲の桜は暗い影の中に華麗さのある夜桜です。ということで、この曲には日本が世界に誇る歌舞伎の超大作奏本忠臣蔵を合わせたいと思います。忠臣蔵は言わずと知れた敵討ちのお話ですが、この物語には有名な吉良上野介も赤穂浪士も出てきません。なぜかというと、彼らは実在の人物なのですが、江戸時代の歌舞伎は幕府の監視下にあったため、江戸の町で本当に起こった事件をお芝居にすることができなかったからです。そこで時代を室町時代に移してお芝居にしたのがこの奏本忠臣蔵です。人物のごく簡単な対象を資料の3ページ目に載せておきましたので、もしよければご覧ください。この通り史実では、吉良上野介、浅野匠守、大石蔵之介を、中心とする赤穂浪士が出てくるのですが、吉良上野介は河野師直という人物に焼き直され、浅野匠守は永夜法案、永夜判官という人物になって、大石蔵之介は大星由良之助、赤穂浪士たちは永夜浪人と呼ばれています。で、この通り事件ですが、ある時永夜判官が訳あって殿中で河野師直に切りつけてしまいます。河野師直は無事だったのですが、殿中で切りつけるという行為をしてしまったために、縁や判官は切腹、お家取り潰しの上、判官の家来は全員浪人という処分を下され、その縁や判官の恨みを晴らすべく、47人の赤穂浪士ならぬ縁や浪人たちが切腹覚悟で河野師直への敵討ちを果たすという物語です。それをめぐって複雑に絡み合ったいくつものドラマがあり、外伝があり、それがまたこの奏本忠臣蔵の魅力なのですが、ここではそれらは置いておいて桜の話に戻りましょう。ここでは2つの桜を見ていきたいと思います。1つ目の桜は忠臣蔵全11段の中の第10段のお話です。討ち入り直前のことです。大阪は堺の商人、天川屋の義兵が由良之助に頼まれて、討ち入りのための武器や装束を調達しました。そこにやってきたのが幕府の役人です。役人たちは、お前は縁や浪人を助けているだろう、白状しろと天川屋の幼い息子を人質に取り、その喉元に刀を突き立てて天川屋に白状を迫るのですが、天川屋は頑として知らぬの一点張り、そして役人に向かって短歌を切ります。女わらわを責めるように人質取ってのご詮議か、天川屋の義兵は男でござるぞ、子にほだされて存ぜぬものを存ずとはええ申さん、知らぬと言ったら金輪ならく、憎しと思わばそのせがれ、我が見る前でつけつけつけ、というのが資料の3ページ目に載っていますが、そこまでして天川屋は秘密を守り抜いたのです。この天川屋の覚悟は、間違っているのは河野師直で、正しいのは切腹をさせられた縁や判官、大切なのは個人的利益よりも世間の大義、個人を犠牲にしてでも間違った世の中を直さねばならぬという心意気なのです。そこへ来て幕府の役人だと思っていた人たちは、実は天川屋の本心を試そうとしていた由良之助だったと分かります。由良之助は天川屋に最大級の賛辞を送ります。それが資料の次に載っているセリフです。花は桜木、人は武士と申せども、一家な一家な武士も及ばぬご所存、百万騎の強敵は防ぐとも、さほどに性根は座らぬもの、貴公の威信を借り受け我が手本とし、敵諸直を討つならば、たとえ岩石の中にこもり鉄道のうちに隠るとも、やばか子孫じ
地もすべき。ここで桜が出てくるのです。この言葉自体は一休さんとして親しまれている一休宗純の言葉ですが、このお話の中では桜は忠義や誠などといった武士道精神の象徴なのです。さて、2本目の桜は初めに戻って四段目、円や半眼切腹の場面です。ここでは円や半眼は白装束に身を包み切腹の覚悟をしています。自分がしたことは決してしてはいけないことだったということが分かっているからです。しかしどう考えても悪い方は諸なおで、その諸なおが無罪であることはどうしても悔しい。その悔しさを胸に刀をまさに腹に突き立てた瞬間、家老である由良之助がかろうじて駆けつけてきます。そこで円や半眼は死ぬ直前の最後の力を振り絞り、その悔しさを由良之助に託すでもするかのように、何時へ片身と言って今切腹したばかりの自分の血のついたままの刀を由良之助に手渡すのです。資料に載せましたのは円や半眼のモデルとなった浅野匠頭が残した時世の歌です。ここに桜が出てきます。風誘う花よりもなお我はまた春の名残をいかに溶かせん。風誘う花よりもなお我はまた春の名残をいかに溶かせん。これを材料にしているのだと思いますが、歌舞伎のこの場面では大量の桜の花びらが頭上から舞い散ります。この風に散る満開の桜の下で由良之助が円や半眼の思いを無言のうちに悟り、ここから敵討ちまでの長い物語が始まるのです。最後に確認しておきますが、敵討ちとはいかに大義名分があろうとその行為の責任を取って自分も切腹をすることは避けられません。主君のために敵討ちをする覚悟するとは、忠義のために自らの死を引き換えにすることでもあるのです。やはりここでも桜が武士道精神の象徴、そして死をはらむ物語の象徴です。次々に展開されていく桜桜のメロディーの中に、死で始まって死で終わる円や浪人たちの壮大な大河ドラマを思い浮かべながらお聴きください。平井康三郎、桜桜幻想曲。